皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は過去進行形についてお話しします。過去進行形というのは何々していたという意味を表します。形は現在進行形とほとんど変わりません。主語 B 動詞の過去形プラス動詞 ING、 B 動詞が過去形になる、つまり was と were になるだけで、順番ですね、主語 B 動詞動詞 ING、 この順番は同じなんですよね。では現在進行形と過去進行形を比べてみます。例えば彼は今公園を走っているところです。でしたら He is running in the park now. He is running in the park now. B 動詞を現在形の is 使いますよね。これに対して、過去進行形にすると、彼はその時公園を走っていましたという意味にすると、 is が過去形の was に変わって He wasRunning in the park then. He was running in the park then. このようになります。学習がどん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 進んでくると、過去の学習した内容と今勉強している内容が結びついて、理解がしやすくなりますよね。この過去進行形、今まで勉強してきた現在進行形と形同じなので、否定文や疑問文の作り方も今までのルールと同じなんですね。否定文の作り方、現在進行形の時と同じです。否定文は B 動詞の後ろに not、 これを入れるだけです。 B 動詞の後ろに not を入れます。例えば He was working here then. He was working here then.彼はその時ここで仕事をしていました。こういう文章ですね。これを彼はその時、ここで仕事をしていませんでしたという否定文にしたかったら、 B 動詞 was の後ろに not を入れて He was not working here then. He was not working here then. こうなります。疑問文の作り方も前回ね、現在進行形の時と同じで、 B 動詞を主語の前に移します。 You were waiting for Keiko. You were waiting for Keiko. あなたは Keiko を待っているところでしたと。 Wait for で待つという意味ですね。 You were waiting for Keiko. あなたは Keiko を待っているところでした。これを疑問文にして、あなたは稽古を待っているところでしたかとしたかったら、 B 動詞の were を you の前に出して were you waiting for 稽古、 were you waiting for 稽古、ただこうすればいいだけなんですよね。過去に勉強した現在進行形、それから今勉強している過去進行形、ルール、ね、疑問文否定文を作る時のルール、全く同じですね。今回は過去進行形についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。